皆様、当機は間もなくブリスベン国際空港に到着します。空港では入国審査、手荷物受け取り、そして税関の順にお進みください。国際線にお乗り継ぎの方はセキュリティ検査を受け、この上の階にあります乗り継ぎカウンターにて手続きをしてください。オーストラリア入国の方はそのまま入国審査場へお進みください。オーストラリアは動植物の輸入に関して大変厳しいところです。不要な食品、加工品などはこの検疫処理箱に捨てるか必ず申告してください。入国審査場では入国審査と税関、検疫検査が行われます。パスポート、入国カードをご用意ください。ここが手荷物受け取り場。便名をお確かめください。手荷物受け取り場には日本航空のスタッフがお待ちしております。ご用がございましたらご遠慮なくお申し付けください。手荷物を受け取りましたら税関チェックがあります。申告の必要がないと思われるお客様は緑色の表示の税関へお進みください。申告の必要があると思われる方は赤色の表示の税関へ進み、税関係員の指示により税関検査、検疫検査をお受けください。不正申告がありますと罰金が課せられますのでご注意ください。税関の検査が終われば入国手続きは全て終了です。税関を出ますとロビーには銀行があります。必要な分の両替をしておくと便利です。ロビーには国内線乗り継ぎカウンターがあります。ブリスベンでオーストラリア国内線に乗り継ぐ方はこのカウンターで手続きをしてください。ここはバス乗り場です。エアポートシャトルで市内まではおよそ40分。タクシーは市内まで約20分です。なお、ブリスベン市内のウォーターフロントプレイスには日本航空ブリスベン支店がございます。日本語のわかるスタッフもおりますので、お気軽にお立ち寄りください。